どうも、こんにちは、なっちでございます。モンスターポイント購入っていうね、メニューがあるんですけど、まあ、知らない人いないと思いますけど、最近ね、四君子にドットが追加されたり、なんかモンポの使い道なさそうで増えてきたみたいな、この辺も追加されましたし、モンポ流全盛期ほどの使い道はありませんが、地味にね、使い道が増えております。まあ、このキャラもね、去年強かったよね、1年前はね。はい、ということで今回、思いついた企画こちらです。モンポ購入のみでパーティーを組む。アシストもここにいるキャラだけです。まあ、で今回特別にユナは購入欄にいるんでユナもありにしましょうっていう企画ですね。こいつ編成した方が良かったやん。絶対僕が組んだパーティーこちらなんですけど、ソニアエルのとこ絶対ユナの方がいいでしょ。だって覚醒スキル明らかにね、スキブが多いぐらいでっていうね。まあでもね、この子ねアシストできたんで、まあドラウプニルのとこにありかなみたいな感じだけど、多分ここユナが一番いいんでしょうね。まあでもいいや、組んでしまったんでこれでいきます。はい、リーダーメイメイです。メイメイプラスラグドラは強いだろうというすごい単純な考え。で、まあ、光枠もね、おでドラができますから。普通に強いんだけど、アシストがモンポ限定なんで、うまい棒とか、あとコンスとか、でも、アメンに関してはつける意味あんのかって感じだけど、まあ、ドロキを一応降ってくるんで。で、まあ、威嚇としてアテナが入ってるって感じですね。まあ、なんかね、パッと見強そうなんだけど、ちょっと不器用なパーティー出す。出す。いきます。裏闘技場勝ちましょう。欠損がね一番怖いですね。3色必要なんで、欠損したら終わるって可能性があるんで、もうラグドラポン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 使っていきたい。メイメイもどんどん使っていきたい。そういう感じでいきます。なんかドロップつなげるんだよね。そうだよね、何でもいいんで5個以上ね。了解です。ドロキを振ってくんのいいねこれね。うまい棒か、素晴らしい。じゃあ光5でいきましょう。あ、木5でもいいな。木5でいきましょう。忍者にいちいちね、ここはこれでいきますって宣言するのもなんか嫌だけど。はい、欠損かと思ったらギリ欠損していません。はい、風琴。風琴は良くないね。こんな環境下でわしはパズルが組める気がせん。光ください。光降ってきてください。はあ、一瞬いけそうだったんだけどね。いや、この木の目覚めいるんかな。なくはないけどいらんやろ。おいおい、何残しとんねんお前ら。溜まっとるし、この辺コロナスパークだ。絶対使う意味なかったけど。いやー、しんどい。4秒しんどい。意外と風琴の目覚めはありかもしれませんね。まあまあ助かる。おお、しんどいが、いやー、いけるかな、副属性で。一応闇が最後ではないんで、積んだってわけじゃないんだけど。まあ、病院って言うじゃん、まず。やってくれや。もうちょっとコンボできたらなって感じだよな。風琴って何なの、マジ。ここ大事。スペダン流大事。戦者ね。戦者はだって言うてこれやん。言うてこれだけど、ラグドラ溜まっちゃうんでこれ使います。ここで使っときゃ何も怖くないこいつは。ラグドラがどんどん使えるのがでかいよね。コロナスパーク溜まったわ。早すぎるんや溜まんの。軽すぎるんや。まあでも玉ドラから遅延をもらうっていう手もあるんで、一旦ほっときましょう。追い打ちはここにありますので、
一応追い打ち問題は大丈夫なんですけど、まあここ無理に追い打ちを組む必要はないので、ここで欠損、一旦遅延受けたんでここで使います。万能じゃん、いいじゃん。ヘイストがありますからね、他のスキルサイクルも良くなるってのがいいよね。ただメイメイは遅延受けすぎて溜まってないっていう、こっちは溜まってますけど。そうだよ、吸収無効なんてねえんだよ。吸収無効できるキャラクターいねえんだよ、モンポに。いないよね。あいつ出たら終わりやん。99点耐久しましょうっていう話もあるけど、あいつ出たら基本終わりやん。しんどいしんどいしんどい。ソティスまで行ったらもう諦めつくんだけどさ、あの段階でね、はい帰ってくださいって言われるのはしんどいよね。しかも3分の1っていう。リベンジタイム、欠損です。やりやがったな、お前。欠損はもうしゃあないもんね。でも下手したらワンパンされるんで、これ。色がないと。使っておくか、メイメイ。使いたくなかったんですけどね。威嚇ナイス。威嚇はナイスだね。こんな感じかな。いや、実際いけるんですかね、これ、光で。あ、やっぱいけるんだ。マシンキラーも地味にあるしね、ここね。マシンキラーとか使わんだろうと思ったけど、まさかの行きました。ここで遅延が来るんだけど、1だから、欠損してないのに使うのもなって感じだしね。でもコロナスパークは絶対必要ないから使っとくわ、こっち。ムーンリーフは、まだかろうじて、一応欠損を免れるみたいな。使い道もあるかもしんないし、まあ、木は欲しいしね、実際なんで、まあコロナスパークの方は使っておきましょう。はい、6回、マジでありえん、マジでありえん。お前楽しいか、立ちはだかって。そうやって誰も期待していないぞ、お前を。そこで詰まって、あーみたいな、そういうの一回でいいわ、少なくとも。どうせあいつが出るんだったら使っちゃおうぜ。今5個つなげんの忘れたと思ったら降ってきたね。よくその回復と光の目覚めの環境で木が6個ぐらいつながっ、本当に滅びろ、守護と根絶やしにするぞ、お前。二度と繁殖できないようにするぞ。これはまさかムーンリーフの使い場所、来ましたね。確か一番下だよね。まあ上が変わってもこの場合は。遅延食らったー。せっかく行かせると思ったのに。まあ結果欠損から逃れることには変わりがないんですが、なんか悔しいな。待って、つなげるドロップなかった。まあ、いけるやろ、根性ぐらいまで。嘘でしょ、思ったより火力出なかったよ。光が欠損したよ。めいめい案件でございます。もったいね。いや、もうどうせね、あいつ出るからね。正直、ここでスキルを全部使おうが関係ないんですよね。欠損してますけど、どうせ意味ないんで。ほら。何これ、何なんですか、何なんですか、あなた本当に。一回殴ってみていいですか。でもね、ラグナロクドラちゃんがいるからね、絶対無理なんですよね。つなげない作戦、つなげない&欠損してる作戦はまだ減るか。でもこれね、半減をした瞬間なんですよね、多分。この5個つなげないっていうさ、なんかめっちゃパズル下手やし、ずれまくっとるし、ここ繋げないっていう、その、作戦を取ったところで、やっぱりキラーがさ、ゴリゴリのゴリだからさ、
ギリギリのゴリラ。おーい、なんで十字振ってくるんやって、ありえん。本当にありえん。さすがにこれラストにするわ。さすがの僕もね、ちょっとこれ以上はね、あんなやつに付き合ってらんないということで、これをラストにしたい。とか言っとりゃ出るだろう、さすがに。ここで諦めるぐらいだったら、まあ出してやるわ、みたいな。さすがにね、頼むよ。なんか盤面もすごくいいし。頼むよ。溜まったから、ちょっとあの、フォークロアは嫌だ。ナイスナイスナイス。やっと始まったよ。毒食らうよ。そうだよ。毒耐性とかクソもないんだよ。使うよ。いやー、進めることの嬉しさね、これね。ありがてえっす。いや、何の問題もないはず、突破は。よし。いいね。欠損は良くないけど、まあいいね。いや、これね、あんまり調子乗ってると多分負けるんすよね。ここらでめいめい使っとかないと後悔しそうなんで、意外とこいつら普通に強いんだよね。半減はしときたい感があります。で、まあこうしとけば盾張るんで、あいつ。あそこを突破できた以上、もうね、くだらんことで負けたくないんですよね。ただ欠損がすごいんですよね。ロックがあるからラグドラが必ず闇を作るとも限らない。ただここでの欠損笑えない。使うしかねえか。で、おでドラちょっと使っとかないと、これ覚醒無効解除がどっかでできなくなるってオチがありそうなんで、とりあえずこれ使って、色がない、これエンハンスだよね。あんま意味ないけど、まあ使っとくわ。いや、ここで負けは本当に嫌だ、本当に嫌だ。闇闇闇闇闇、ナイスーナイスー。いいよいいよ、お前が耐えるぐらいもう全然いいよ。4ターン吸収はふざけてるけど、メイメイの色が最後に入るからね、突破もできないけど、今の闇の打ち込みは本当にナイス。チェンフン、チェンフンかよお前。そうやってちょっと耐久力下げてゴンジーとかしてくるんだ。頭いいね。は？よくわかんないね。パズル&ドラゴンズっていう、そのドラゴンっていうキャラクターでもない、なんか一匹の3体のうちの一匹のなんかダメージが6万近くあるってどういうことですか？ゲームのバランスが崩れている。いけなくはないと思うんですよ。そのカーリーまでいけるかって言われたら怪しいけど、欠損さえしなければそこそこの実力あるパーティーではあると思うんだけど、やっぱり耐性がない。で、さらにおでドラ溜まったら終わりとか、コロナスパークが溜まるとか、なんかいろいろね、大変。なんでちょっと難しいかもしれませんね。これがまあうまくいったら、その文法キャラをこうランダムで抽選して、なんか番号かなんかつけて。で、まあその番号を的中したキャラクターで、なんかやるみたいな考えましたけど、これちょっと最先端のパーティーを組んでもこれなんで、最先端というか、まあ一番強いであろうね、僕が思ったパーティー組んでもこれなんで、まあそのアシストとかね、武器つけれたとしてもちょっと、だって P とか入ってくる可能性もあるからさ、パーティーは面白いかもしれないけど攻略できないよねっていう、それを感じてしまった今回でした。ということで皆さん、武器は偉大です。ちゃんとした武器を使いましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。